1月3日火曜日、今週も始まりました AFL ディスカバリー。この番組はオーストラリアのプロリーグ AFL のニュースやその周辺情報をお伝えする番組です。協会で普及育成を担当している私榊と、女子日本代表チームミライズのマネージャーでのヨシでお届けしています、はい、毎週火曜日にアップしていますので、ぜひチャンネル登録していただきお楽しみください、はい、ということで AFL はあのシーズン終了したんですけれども、ね、このリッチモンタイガースの優勝を持って勝っちゃいましたね。まだまだ情報を毎週お届けしていきたいと思います、はい、今週何かヨシそうですね、はい、もうシーズンが終わっちゃったので、はい、リタイアメントとかそういう話になってくるんですけど、うん、グランドファイナルジュロングのギャリー・アブレットが最後試合終わった時にこういう風にね、グランド去っていきましたね、レジェンドが。レジェンドが、はいはい、あの時骨折れてたんですよみたいだね、はい、左の肩折れてて、うん、それなのにプレーして、そうだ、ね、まあ、リタイアしちゃったんですけど、うん、ジュロング的には 2,3 人リタイアした人がいて、もう一人がハリー・テイラーっていう、うん、一人のレジェンドのプレイヤーなんですけど、そうだよね、ギャリー・アブレットのなんていうか、うん、ちょっと失礼かもしれないけど影に隠れてというか、そうですよね、はい、ただ今週発表したのかな、この引退を正式にね、正式に発表したとね、うん、まあ来るなと思ったんですけども、うん、彼は13シーズンプレーして、うん、そして2プレミアカップも取ってる、うん、すごいスーパースターなんですけども、まあバックマンでちょっとしたシャイなんですけどね、うんうん、謙虚に言ってたので、そうだね、はい、縁の下の力持ちというかね、わかんないですけど、ギャリー・アブレットはもうグランドファイナルというか、もうこれ今シーズンで終わりっていうのを公言してたから、ハ、はい、リー・テイラーあえてそこはやっぱりスポットアレット当たるのが分かってるので、うん、公言をすることなく引退、ね、ギャリー・アブレットが実際引退してから、はい、自分もっていうことで発表した形かな、発表しちゃったので、ジェントルマンだね、ジェントルマンですね、うん、ただまあジュロングだけじゃなくていろんなクラブもリタイアメントとか、うん、そういうトレードとかそういうニュースがあるので、はい、一回この記事を見てもらうと赤で見づらいんですけども、クラブごとにこれリストになってるんですね、今シーズンのリタイアした人、はい、あとデリストっていうんですけど、デリストっていうのは戦力外通告、もうリストから、ね、戦力外通告、はい、リストから消してしまいますよという、消してしまいました、はい、リストデリストですね、そうですね、まあ、はい、今年は特にそのコロナの状況があるので、うん、サラリーキャップっていうですかね、うん、クラブごとのお金が少なくなっていくので、もしかして D リストの部分が大きくなっちゃったのかなと思うんですけども、うん、スーパースターがリタイアしたり、うん、あとはそのトレードしたニュースも出てきましたね、うん、でこのページは少しずつ更新されてるので、はい、今のが最新の状況で、ちょっとキャッツ見ていきますか、 G ロング、はい、G ロングは結構少ない方なんですけど、ね、さっき言ったギャリー・アブレットとハリー・テイルが、うん、リタイア、これカッコして RET はリタイアの最初の文字、そうですね、でこのカッコして、はい、DEL っていうのはデリストの最初文字、はい、こういうふうにされたので略して書いてるんですね。でハーリー・テイラーも下の方にリタイアして、最近発表したので、おそらく多分一番下にハーリー・テイラーの名前があるかな、そうですよね、うん、はい、そうですね、 でまあ結構少ないですよね、ジュロングの場合は少ないね、他のクラブに比べる、例えばそのノースメルボルンだとか、うん、ジロングの下の方にあるノースメルボルンだとかっていうのは、はい、下位で終わったし、はい、ちょっとクラブで監督が入れ替わったりとか、うん、ごたごたしているので、ここ一旦デリスト、戦力外通告出しといて、はい、ドラフトでいい選手をちょっと得ようという、そうですね、なんとなくこういう魂胆が見えてくるかな、うん、見えてきましたね、うん、特にそのフリー、どこでしたっけ、ホーソンとか、うん、オールドのクラブは、うん、リタイアメントがDリストする人が多くて、うん、新しいニュープライを入れ替わりがある、はい、で例えば今一番下に、うん、出てきたようなウエスタンブルドックスっていうのも、そもそも例えば若いプレイヤーで、うん、ここから、ね、育てていくっていうところはもちろん、はい、なるべく今の選手のキープをして、そうですね、で応援をしているエッセンドン、どうですか、欲しいんですけど、はい、もう今回は不満も不満でエッセンドンも監督が変わったのでですね、はい、いろんなプレイヤーが、うん、出てってしまった、はい、でこの先ほど戦力外通告と言ったんですけれども、はい、まあ、デリスト、クラブからリストもお前はいらないっていう場合と、はい、まあ、自分からちょっと出ていきたいっていう選手といると思うんですけど、うん、このフリーエージェントになってるジョー・ダナハーですね、はい、これフルフォワードの200センチメーターのすごいですね、核となってた選手なんですけど、すごいですね、うん、ダナハーもエッセンドンからちょっと出たいと、この場合はフリーエージェント制度を使って、ね、はいはい、というのはこのジョー・ダナハー、このハイライト見てもう貴重なフルフォワードのターゲットだったんですけど、うん、シーズン
そうですね。キャリアのこれ、今、後半の部分は、セットショットをちょっと外してしまったり、そうですね。内転筋をずっと痛めてたんですね。うん、で、医者にずっと通ってたんですけど、なかなかそれがうまくいかなくて、はい、たまに戻ってきても、試合感覚がなかったので、うんうんうん、なかなかゴール外してしまうシーンが多くて、そうですよね。だんだん、精神的にもやっぱセットショットになってしまうと、うん、ちょっと緊張し始めてきちゃって、いつも通りの実力が出ないと。で、ぜひ、ちょっと他のクラブ、うん、特に、しかも、ビクトリア以外のクラブに行きたいっていうオファーを出していて。多分ですけど、やっぱこう、浴びるんですよね。ビクトリア州だと。注目を浴びちゃうので。で、まあ、なぜ浴びるかって言ったら、お父さんも、いや、レジェンド素晴らしいプレイヤーの息子なので。はい。で、AFL にはファーザーさん。ファーザーさんルールがありますね。ルール。という、うん、選手を獲得するときのルールがあって、はい、お父さんの、子供なので。子供、はい。お父さんが活躍したプレイヤーはその子供を自分が活躍したクラブに入れれるっていうルールがあるんだよね。うん、はい、あります、あります。珍しいルールが。それをちょっと、吉野の方から説明してもらって。なんか他のスポーツではあんまりないみたいなんですけども。聞かないよね。自分の息子を入れてくれっていう。入れてくれで OK っていうのが。うん、まあ今のところルール的には、そのシニア AFL ゲームですけど、うん、お父さんが100ゲーム以上プレイしとけば、100ゲーム以上。うん、あれしとけば、そのファーザーさんルールを使える。使えます、うん。はい。じゃあ自分がプレイしたクラブに息子を入れたいっていう時に、はい。入れれる。入れるんですね、うん。で、ちょっと前のルールだと、うん、例えばですけど、プレジデントとか、うん、マネージャーとか、シニアプレイヤー、おじいちゃんが5年以上クラブに勤めとけば、ファーザーさんルールを使えたんですけど、それはなくなって、ね、はい。昔は、それすごいよね。はい、要は、CEO の息子が、もし入りたいってなって、はい、クラブも OK って言ったら入れたんだよね。入れたんですよ。はい。それちょっと変ですよね。まあね。はい。うん、なので、まあ、ルールを変えて、お父さんが100ゲーム以上プレイしないといけないルールになりました。うん、そして、まあ、ドラフトの前なんですけども、うんうん、ドラフト前に、もちろんアプローチして、うん、で、息子さんがプレイしたいとなると、うん、もちろんね、彼の価値観があるじゃないですか、うんうんうん。で、その価値観を調べないといけないんですけど、うん、お父さんのサラリーで、子供の価値観が出てくるんですね。うん、価値観というのは、価値ですね、プレイヤーとしての、はい、ポイントで表するんですけど、うん、そのポイントを表したその数字とドラフトをマッチングさせて、うん、クラブがそのドラフトを使って、うん、ちょっと話がややこしくなってきたんだけど、はい、ドラフトは例えば1位指名、2位指名、3位指名って、そうですね、3、4、5、6ってあるんだけども、はい、そのプレイヤー、活躍したプレイヤーの、はい、例えば年俸だとか、はい、そういうのを算定して、それによって、息子さんのドラフトピックが大体何位ぐらいに来るのかなっていうのを出せる。予想して、そうですね。例えば、じゃあもうお父さんがもうめちゃくちゃスーパースター。はい。例えばギャリー・アブレットの息子だったら、はい。クラブとしてはより上位指名を使わないといけない。そうですね。まあそのスーパースターっていうのはサラリーになっちゃうので、うん、サラリーが高いほど、その息子のポイントが上がっていくってことなんですけど、うん、まあ大体ですけど、その200ポイントぐらいだったら、彼が、大体まあピック56とか、そういう感じで、クラブは56を使って、息子さんをゲットするっていうのが確実、今できました。ただ優先的に取れると。はい、で、クラブもその人を取りたい、息子さんの方もクラブに入りたいってなったら、はい、まあ、契約が成立するんだけど、はい、断れるんだよね、一応。そうです、二人とも。お父さんが、例えばエッセンドンでプレイしてても、はい、他に行きたいと思ったら、そのオファーは断れる。断ったり。なんで一回ジョー・デニハの場合は、エッセンドとシドニーでお父さんは100ゲームずつプレイしてるので。両クラブでプレイしてたから、はい、ね。選べたんだね。息子さんの場合は選べるんですけど、エッセンドを選んだ。選んだ。はい。ただ選んだ結果、やっぱりすごい注目が プレッシャーがあったんで。そうだね。プレッシャーもあって、それで今年、プレッシャーから逃れて、はい、少し、生活自体も変えたいということで、ビクトリア州以外のクラブ、希望して、ね、なんと、ブリスベンライオンズ。はい。移籍が、もう決定だね、これ。決定しましたね。写真撮ってました。あ、ダンディオ。ダンっていうのはもう終わったと。終わった。で、ディールっていうのも契約。だからもう契約が決定したと。はい、ユニフォーム着てますね。うん、ユニフォーム着てるの、これ多分合成だと思うんだけど、なんか見慣れないけど、まあどの選手もそうだね。見慣れないけど、こうやって新しいユニフォームになって活躍してる。今の状況はね、こういうことがよく起きることなので。皆さん、クラブもファンとしても、受け入れないといけないのかなって。受け入れないといけないよ。エッセンドとしては、やっぱ、ジョーダナハ入った時はすごい期待してたけど、はい、そのファンの期待が、ちょっとジョーダナハをちょっと苦しめてしまってたのかと思うと、うん、本当に心苦しいよ。かわいそうというか、申し訳ない。もうおじいちゃんの、おじいちゃんの言葉じゃないですか。苦しめ言っちゃって寂しいけど、
ちょっとこれはすまんかったっていうことで、そうですね、ブリスベンでの活躍を本当にエッセンドンファンみんな応援してると思います。はい。うん、そして、まあ、AFL じゃないですけど、AFLW でも、そういうドラフトがもちろん、ファーザーサン、もしくはファーザードーター、そういうシステムがあるんですけども、ファーザードーターのシステムだと、お父さんがシニアゲーム、1ゲームしか戦わなくていいんですね。AFLW っていうのは AFL の女性リーグだな。女性リーグ、プロリーグですね。はい。プロリーグ。もうそのファーザーさんシステムがある、ファーザーさんシステムですけど、ファーザードーターですね、ファーザーのドーターだね、はい、娘さんシステムがあると、はい、娘さんシステムがあるんですけど、ファーザーは1試合出てればいいの、1試合出とけば、うん、娘さんがそのクラブでプレイできていい、例えばエッセンドンに1試合プレイしたことがあるお父さんがいて、はい、その娘さんはエッセンドンの AFLW 女性リーグに入れることができる、はい、できます。おお、それはいいシステムだね。なので、まあ、同じくその、お父さんのサラリーと合わせてポイントで、ドラフトを入れ替えるんですけども、なるほど、まあ、そういう1ゲームしかプレイしなくてもいいのでできます、うん、そしてまた今後もしかしてマザーさん、おー、マザーダブルだから、そうですね、そういうのもマザーさん、はい、母親のさん、息子は、はい、AFL に入れる、はい、男子リーグに、おー、入れたり、もちろんそのマザードーターっていうコンビネーションも、いつかはね、出てくるので、まあ、これ AFLW シーズンまだ4年目なので、このパターンはファーザードーターパターンだね。ファーザードーターコンビネーションなので、まだルール的には、出てないんですけども、今後注目するポイントだと思います。すごいね。マーザーさん盛り上がるかもしれないね。AFLW で大活躍したスター選手の息子さんが将来 AFL に入れる。はい、入れて。おー、なんで、まあ、そういうのもルールが出てきたら、また紹介したいと思うんですけども、うん。そうですね。珍しいルールであると思うんですけど、ちょっとそういう、加入の入団の方法、ルート、ファーザーさんっていうルールがありますと。はい。ということをご紹介しました。はい。はい。そして、続いてが、クラブの BOG ですね。はい。BOG というのは MVP ですね。はい。最優秀選手をベストオングラウンドって言うんですけど、はい。まあ、それを、クラブのベストオングラウンドを決めるというのが、クラブの文化であるんだよね、はい、習慣で。そうですね。アワードの言葉は毎回クラブで変わってるんですけども、先日紹介した、ブラウンローメダルというのは、AFL リーグの最優秀選手賞なんですけれども、はい、クラブ各自のメダルを作ってる。はい、作ってる。で、これも18クラブ全部リストがあるのかな？はい。ただ、まあ、カルトンだけではまだやってないんですけど、2021年にやるって言ってたので、あ、カールトンブルーズはまだ発表してないということか。はい。まだそういうアワードないとやってないので。本当だね。それ、じゃあカールトン以外のクラブは全部発表。発表しています。してる。これちょっとカールトンせっかく見たんで、はい、コリウンドのちょっと見てみますか。ブラウンローメダルですね。はい。AFL の最優秀選手、アダム・トローを取るって言ってたんですけど、はい、アダム・トロー、このクラブのどこにもないんですよ。で、なんかもう今、監督となんかごたごたしてるでしょ、はい、監督が。します。アダム・トローに、ひどい話で、リーダーシップグループ、アダム・トローいらないと言ってるぞとか、なんか電話したとかしないとか。いや、もうわかんないです。なんていうか、はい、嫌われちゃってんのかも。いやいや、わかんない。寂しい。まあ、これね、大きな。ジャイアンツから、コリウンドに移籍した選手なので、はい、そういうシドニーから来た人のなんかねあるのかもしれない。コリウンド よくない。アダム・トロー、これトップ10に入るべきでした。これはちょっと悔しかったんで、ちょっと説明しちゃいました。それは分かんないですけど、その下、その嬉しいのはエッセンド、はい、その下がリドリーが1位なんですね。リドリー、はい、リドリー、ブラウンローメダルではなかなか票が伸びなかったんですけど、そうですね、これそうです、ね、もう若手のバックラインのプレイヤーで、今シーズン私が見てももう一番成長したし、本当ですか、はい、本当プレーを読む力がものすごいついてたし、クラブのこういうメダル BOG っていうのはこういうなんていうか、クラブで評価される人がちゃんと、評価される、そうですよね、そうですよね、スター性がなくても、リーグの MVP はスター性がないとなかなか票が伸びなかったりするんですけど、こういうスター性がなくてもきちんと確実に仕事をこなす、そうですよね、選手が評価される、決して有名な選手ではないんですけれども、彼はあれですよね、これ好きだな、オールオーストラリアン初めて出たんでしたっけ、はい、ですよね、はい、なのでクラブのこの BOG もぜひね、好きなクラブがある方は見てほしいよね。そうですよね、キャッツはキャム・ギャスリーでした。ギャスリー、はい、キャッツはガスリーが228ボート、はい、トム・ホーキンスより上だったんだね。そうですね、3位のそのマーク・ブリッツアーブズが多分去年勝ってたので。あ、そうなんだ、はい、やっぱなんかクラブ POG の方がクロート好みというか、知ってる人が評価するような、うん、
ですね。ですね。そういう雰囲気があるのかな。なんで、ファンとしてはなんかもう勝って嬉しいなと。うん、逆にパッチューデンチビル勝っちゃうと、またかっていう感じがしたので、ね。なんかちょっと、誰しもが知ってるスーパースターだもんね。はい。が勝つよりも、クラブの人が知ってるスター。はい。なんかちょっといいですよね。いいよね。はい。だからこのブラウンローメダルと合わせてこのクラブの BOG ですね。はい、MVP の方を皆さんぜひチェックしていただいて、クラブが期待してる選手っていうことだと思うので、ぜひ、ね、はい、こういった選手たちは来年も活躍してくれるんだろうと思います。はい、そして、さあ、うん、はい。そうですね。次の週の話なんですけど、うん、さっきちょっとその、ファーザー、ドーターとか、うん、マザーさんとかの話をしたんですけど、うん、AFLW をもうちょっと詳しく、うん、喋れたらなと思ったんですけども。AFLW を来週行う。はい。うん、はい、AFLW ですね。AFLW の W はウォメンズで、うん。はい。これは2月から3月の間に、シーズンが始まるので、うん、ちょっとその間、プリーシーズンとか、そういう話をできたらいいなと思ったんですけど。はい、来週はぜひ、ヨシの方から AFLW のルールだとか、うん、はい、この選手に注目だとか、W、女性のリーグですね。そうですね。女性のプロリーグ、たっぷり紹介したいと。はい。はい。思います。はい。大丈夫でしょうか？あ、大丈夫、大丈夫です。はい。ということで、今週は、AFL の引退したプレイヤーだとか、うん、あと、ファーザーさんのシステムだとか、あと、クラブの MVP ですね。はい。BOG ご紹介して、来週の AFLW、はい、ウィメンズのリーグの、ちょっと、紹介、そうですね、ルールとか発表してもらったんですが、はい、今日11月3日、なんと、メルボルンカップという、はい、全く関係ないかもしれないんですけど、うん、メルボルンで行われる競馬。はい。いや、もう大きいですよ。イベントなんですね。はい。はい。皆さんドレスアップして、タクシード着て、大きな帽子をかぶっていくんですけど。うんうん、少し日本のイメージとは違って、華やかなイメージで、はい、もうパーティーの感じですね。そうですね。はい。行くメルボルンカップが今日行われると、よしから、はい、あったので、放送前に少しだけ、私の予想は、今、放送時間中にはもう終わってると思うんですけども。そうですね。見てないでね、はい。はい。どこ行きます？トワイライト・ペイメント。アイルランド出身の馬が私は今の時点では勝つと思います。はい、そうですか。よしは。自分はvery elegant。これさ、名前で選んだんだよ。名前選びました。知らないから。このトワイライト・ペイメントっていいよね。夕方の支払い。うん、で、ベリー・エレガント。自分は very elegant。ニュージーランドの馬なんですけど、うん、はい。これオッズ見ると13ドルなんで、うん、まあ、いける可能性があるの？いけるんじゃないかなと思って。とてもエレガントな馬っていうことだね。はい、ニュージーランド出身の、はい。やっぱそういうのに惹かれましたね。日本ではあまり馴染みがないかもしれないんですけど、メルボルンカップ、オーストラリアでは本当に年間のスポーツカレンダーに載るような、はい、ものすごい大きいイベントなので。メルボルンはパブリックホリデーですよ。あ、そうなの？はい。ビクトリア州は。ビクトリア州か、パブリックホールデーか、みんな仕事休むんじゃないですか。お休みの日。日本はたまたま今日祝日なんですけど、そうですね、はい、メルボルンももしかしたら休んでるかもしれない。休みか、もうほとんど仕事に行かないか。これ、1位になったら700万オーストラリアドルということなので、はい、ものすごいイベントだと思います。700万ドルってことは、7億切るぐらいか。これ1位があれですね。1位が。4.4 億ですね。ちょっと待って。違います？賞金の総額が総額ですね。7億円、はい、7億円切るぐらい、はい、6億5億円ぐらい、はい、で1位が3億円ぐらいですね。ですね、はい、はい。でもトロフィーもまあ2000万ぐらいの大きなトロフィーをもらうみたいなんですけども、うん、ぜひグランドファイナル終わっちゃったんで、こういうねオーストラリアの他のイベントもぜひ楽しんでいただければと思います。それではまた来週。